クリームウェブサイトをご覧の皆さん、どうも、カナブンです。我々カナブン、3月4日にですね、初のベストアルバムと、ニューシングルスターマーカーを発売いたします。はい。というわけで、たくさんたくさんインタビューをしていただきましたけども、うんうん、まあ、ベスト版初めてということで、はい、2013年からの楽曲が収録されてるんですけども、いろいろ振り返りつつ、好きな曲をね、思い出深い曲をピックアップしたりなんかもしましたし、まあ自分たちにとってベストアルバムっていうのがどういう存在なのかとかね、こう今までのカナブンの足跡というか、そういうものを見直したりもして、まあまた改めてこうすごくいいバンドなんだなと思いましたよね。どうですか？いや、めちゃくちゃいいバンドですよ。いいですか？どうですか？聞き直してね、いろんな曲のなんかタイプで全部いい曲だっていうのはやっぱり自分の自信になるし、薄いことを言われたやっぱね、その時に時によってやっぱ気持ちの込め方ってやっぱ違うなっていうのを改めて、まあ音にもしっかり出てますしね、こう収録曲も時系列を追っていたりするので、まあカナブンの楽曲のその進化であったりとか、まあ音のたくましさがどん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 変わっていったりとかして、そういうところも、まあ、ベストアルバムならではな、楽しみ方ができると思うので、ぜひ聴いてほしいなと思います。はい。でニューシングル「スターマーカー」ですけども、こちらは僕のヒーローアカデミア、アニメのオープニング主題歌となっております。今までのカナブンとはもう全然違う、新しいカナブンが詰め込まれております。ゲストにですね、フジファブリックの金沢大輔さんをお招きしました。アレンジ、そして実際にこうキーボードフレーズだったり、いろんな楽器の、プレイもしてもらいました。本当に華やかな楽曲で、もう僕は大好きなんですけど、どうですかスターマーカーは。いや、でもやっぱりその、僕らだけじゃできないことが今回できたと思ってるんで、そうね、新鮮さプラス、でもなんか今までのカナブンらしさみたいなところも残ってるんで、なんかそういうのを聴き比べたりとか楽しんでいただけたらなと思います。ギターソロもね、そうね、ちょっと今までとまた違うタイプのギターソロができたし、やっぱりピアノとのギターの掛け合いみたいなね、重なり合いとかもすごく面白い体験ができたので、まあ、そんなところもぜひ聴いてください。はい。そしてベストアルバムをですね、持ちながらツアーを回ります。初めてのホールツアーでございます。全7公演、行いますが、まあ、初めてのホールツアー、そしてベストの曲を持っていくということで、まあ、気合は十分なんですけども、まあ、ぜひこうライブハウスになかなか行けない方とか、ライブハウスに行ったことがない方にも来てほしいなと思ってます。まあ、ホールとはいえ、まあ、ザ・ライブハウスのような、曲もありますし、まあ、ホールならではな多分聞こえ方がする曲もあると思うので、まあ、そういうこともぜひ、そういうものもぜひ聞きに来てほしいなと思いますし、でそこでのホールライブでのこう楽しさを見つけてもらったら、今度はライブハウスも行ってみたいなとか、そういう風に思ってもらえるように、なったらいいなと思ってます。そんなライブをいたしますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。それでは、せーの、カナブンでした。